はい、皆さん、まいりまいどー。ちょっとドラレコの設定でね、かなり暗く映っちゃったけどね。まあ、ライトなくても見える感じなんだよね。はい、この車ね。一時停止のところ滑り込んで出てきちゃうつもなんていうのあるよね。ここの通りはね、これが多いんだよね、意外とね。ちょっと暗っぽくて見えないけど、はい、ここ。学校の切れ目のここね。はい、次のね、変な曲がったところの、火の見やぐらのところ、ここも。意外とね、今みたいに出てくる人が多いの。で、ふらーっと出てきて真ん中で止まる人っていうの？ちょっとドラレコの影響で暗く見えてけど、実際そんな暗くないんだよね。まあ、気象のね、洗い方だったらね、こういう車見るとね、ほら出てきたっつうんでね、パーって鳴らすかもしれないけどね、まあ、うちは、まあ、出てきたら出てきたで止まればいいや。相手が止まったから、うちはほら、こちらがほら、右に寄って、ね、すり抜ければいいだけの問題だからね。このね、ほら、右から出てくるとき、やっぱりこれが多いっつうのはね、右から出ようと思うとね、右のね、視界がいいのよ。で、左が見にくいのね。今回みたいに、右からほら、我々みが近づいていくわけじゃない？そうすると、右に気を取られて、このタイミングならいけるっていう感じなんだよね。で、出てくんだけど、あ、左も確認しなくちゃってんで、左に気取られた隙にほら、ちょっとブレーキ踏んだりするじゃない。そのわずかな時間的なロスでね、うちが近づいちゃうわけよ。そうするともう出れなくなって、あそこで止まらざるを得ないっていうの？いや、ここの通りはね、これが多いのよ。3箇所。まあちょっとドラレコの影響で暗くっつっててね、おめえライトつけてねえんじゃねえかなんてね、言うかもしんないけど、ライトつけてるつけてないの問題じゃないでしょ。一時停止したかどうかをここはね、見てるだけであってね。まあ目の悪いね、自分でもライトなしでも見える明るさが、この日はあったからね。たまたまドラレコの影響だからね。まあ住宅街を走るときはね、いろんな人いるからね、まあよく注意して走った方がいいよね。これちょっとアンケート取ってみる？ホーン鳴らすか鳴らさないか。まあでもね、朝っぱらからね、ホーン鳴らすのも申し訳ないかね、近所迷惑だからね。はい、お疲れ様でした。